はい、タンタンです、上海賞、こちらも向こうから持ってきたやつですね。これも非常ハンドキャリーで持ってきたんで、また結構豪華な仕様なんですけども、今回ちょっとお安く出せるかなと思います。でこのモデルはですね、コンサートのスタイルですね。モデル名が MD の C シャープっていうものになってますね。でスプルストップ単板の、あとサイドバックはコアになってます。でカッターウェイがついてると。で口輪とボディのトップ外周ですね、こちら。あとこれはね、バック、外周とセンターシーム、こちらに全部貝が入ってる、ちょっと豪華仕様ですね。エンドのところも入ってますね、ここもね、はい、なかなか豪華な仕様になっております。こんな感じですね。でちょっと行きますね。綺麗なコロコロしたいい音をしてますね。これもこんな感じで、こんな感じですね。まあ、スプルストップなんでね、まあ、鳴らしやすいっていうのはもちろんあると思う。もちろん単板なんでね、比較的こう音が出やすいのかなという印象はありますね。こんな感じで、まあ、中国の方もね、こんな感じでこれだけ貝が入ってるやつを、まあ、今回は、まあ、このね、他のこのブランドのねモデルも全部そうなんですけれども、一応まあ数がねちょっと少なかったんで手で持ってこれたんで、一応そういう感じでまあなんとかお安い値段で今回の初回のものに限りは安くは出させていただけてるんですけれども、まあそれにしてもね、これだけの一応貝が入ったやつをこの値段で作れちゃうっていうのはすごいなという印象ですね。で昔よりもね、なんかこの辺、まあ、このメーカーがそうなのかもしれないですけども、まあ、これは本当に仕上げが、なんていうんでしょうね、塗装のこう仕上げとかいうのがすごく綺麗な感じなので、こういう感じですね。あんまりこう粗さがないんで、まあ、非常に良いかなという印象ですね。はい。てな感じで、こちら、こちらも、何でしたっけ、ミスターマイですね、の MD の C シャープというものですね。コンサートのカッタウェイですね、モデルになりますんで、こちら、ぜひご検討いただければなと思います。それではタンタンでした。